井上尚弥 VS ヘッジマンボーンゴーキャットジム。WBO 世界スーパーフライ級タイトルマッチ12回戦がまもなく始まります。レフィーの試合人です。さあ WBO 世界スーパーフライ級タイトルマッチが始まりました。チャンピオン井上尚弥、女流級3位村田亮太選手です。お三方どうぞよろしくお願いいたします。井上尚弥のまず第1ラウンドどういったところ注目されますか。これはもう1ラウンドの立ち上がりはやっぱり大事ですからね、はい。そして川島さんはよく相手を見てますよね。ボディが入りました。この左のジャブガードを固めてワンツーを放っていきました。チャンピオンの井上尚弥です。まあ、なんといってもですね、ここ3年間負けなし16連勝中という強敵ですからね、非常に勢いあります、ね。はい、このスーパーフライ級戦線ですけれども、今、この村田選手、村田選手からご覧になってもですね、そうですね、で、まあ、軽量級ならではの、はい、スピード感と尚弥にしか出せない。まずは左右のボディから、そして離れていきました。左のジャブを放っていきます。まず立ち上がりの動きとしてはから、これ最高のコンディションで臨んでると思いますね、はい。ジャブからのまずは左のジャブを落ち着いて放っていきます。しっかりと集中した相手を見せることができました。井上尚弥です。今回神奈川県はチャンピオンとして帰ってくることになりました。そして3度目の防衛戦を迎えています。手数負けじと返してきます。チャレンジャーのヘッジマンボーンゴーキャットチームです。左右のボディ左引く、チャレンジャーのペチバンボーンです。左のアッパーを放っていきました。飛び込んでの開けた。さあコンビネーション、この第1ラウンド終了の表紙を切って、それでは両者の対戦はこの3年間は中東今波に乗っている右ボクサータイプです。まず第1ラウンドに川島さんいかがでしたでしょうか。まあ、いろいろ試してるなという印象を受けたりとかして、相手のパンチ力です、ね。まず井上尚弥の第1ラウンドは村田さんの印象としてはどうですか。まあ、大人の1ラウンドを過ごしたって感じでしたね。様子を見て、前回の2度目の防衛戦では川島さん、はい、第2ラウンドでですね、はい、拳を痛めてしまってですね、そうなんですね、しっかり例えばボディとか顔面でもですね、頭を打たないような、はい、そういうしっかり確かめた打ち方になっています。吉健さん、はい、まあ、井上尚弥というのは試合中に出してましたね。そうですね、はい、あそこら辺はまさに執念というものは井上家の血なのか。前回の最終12ラウンドダウン劇を語っています。ナイスアッパーですね。さあ相手が向かってくるところ、チャンピオンサイドですけれども、井上慎吾トレーナーからですね、相手の打ち終わりをしっかり狙っていくので、ジャブの打ち終わりですね、アッパーしっかり狙ってましたね、はい。またこの左ジャブですね、ジャブを放っていきました。チャンピオンの井上左左のフックを放っていく。さあこの左のフック何度も当たっています。この日井上尚弥の動きですけれども、ちょっと攻められているシーンがありますが、ここはガードを固めています。パンチの威力どうですか、序盤ですけれども。パンチ力ありますね。逆に村田さんからご覧になって、ペチバンボーンという選手はどういうふうに映ってますか。ガードをしっかりしていて、井上選手に対する対策をしっかり、重たいボディも入れながら、そしてアッパーを放っていきます。チャンピオンの井上尚弥、コンビネーションも上下に散らしていこうという感じですよ、ね。はい、相手が前に出てきたら強打のパンチを浴びせていこうというのが井上陣です。それまではシャープにパンチを打っていこうという井上尚弥、左のジャブをちょこんと当ててワンツー、左ボディ、効果的に上下にパンチを打ち上げていく。まずは第2ラウンドですが、スウェーですかね、はい、打った後も必ず避けるという上手いボクシングをしてますよね、まあ、井上尚弥の目標はですね、具志堅さんの持つ世界タイトルの13回連続防衛の力は大いに持ってますよ、はい、はい、今日のボクシング見たらね、実にうまいですよ。このラウンドですが、距離を取りながら、そして左のジャブを上下に打ち込んでいくプレーしながら相手のパンチをかわしていきます。3チーム今日はですね、もちろんそのディフェンス攻撃もちろんいいんですけども、このジャブですよね、はい、いいと思いましたね。ミガパー、迎撃のミガパー、いや左を放っていきます。タイミング、村田さん、見事なタイミングですよね。もう天才としか言いようのないようなタイミングで打ちます。しっかりとヘッジマンボーンを捉えています。チャンピオンの井上尚弥です。左フックを打って強振しますよね、いい左、しかし押し込みながらも力いっぱいのパンチを返してくるのがヘッジマンボーンです。右を放っていきました。ヘッジマンボーン倒れてしまって手を出してきますね、はい、そこら辺は僕が16連勝中と戦のキャリア大きく勝ち越しているという正式のタイトルも掴み取っています、うん。さあコンビネーション、まあ、しかし具志堅さん、はい、今具志堅さんからもそのキーワード出ましたけれども、自分は気持ちが一番強いんだと、井上と自分とではやはり気持ちでは自分の方が勝っ
鈴木さん、はい、どうぞ。そのチャレンジャーサイドはとにかくガードだけは絶対、ガードに関するシーンだから非常に厳しくセコンドから飛んでいます。なるほど、そのガードの硬さというところはセコンド陣をかなり意識しているそうですね。まあ一発もらったら終わってしまうという、その感触を警戒しているペッチマンボーンがあります。左ジャブいいですね、左ジャブからの右ボディ、先ほどは入りました。今のバンテージの巻き方を工夫しまして、うん、厚みがあって拳全体をかばし、この声援もしっかりと耳に届いているはずです。井上尚弥、ここら辺のフットワークスイッチしてますけれども、はい、非常に余裕ですよね。さあ右に左のボディを放っていきます。いや、後遺症を持っているのが伺えます。さあ左のジャブから今度はフットワークで上がりませんから、かなりイラつくんじゃないですか。これはもう自信がないとできないことなんですよ、ボクシングでね、スイッチするチャレンジャーのペチバンボーンです。しかしここに左のジャブを見舞っていくチャンピオンの井上のペチバンボーンです。クロスの右を被せるような右のフックです。井上の想定通りにはここまで来てるんでしょうか、どうでしょう。来てると思いますね、もうちょっとスピードが違いますので、はい、動けばやっぱ相手も強く動かないですね。なんといっても KO 率しかも 80% を誇る井上尚弥です。しかし気持ちの強さは非常に上がり、そして頭を沈めて、ここで左左左ジャブ放って最後サリアボディ頭を沈めて左、ちょっと何か気になったんですかね、ちょっとローブローのアピールしたんじゃないですかね。しかし相手は手を止めません。ここで先ほどの返しと言わんばかりに硬い拳が左ロック右ストレート放っていく、左ロック右ストレートワンツーボディを放っていきました。コンビネーションに対してガードを固めて左のボディ、左のボディを放っていきます。しかし村田さん、これも相当効いてると思いますよ。そして川島さん、今しらっと見られましたけども、はい、打ち返しカメラ本当に意識しているそうなんですけどね、はい、ガードはいいですよ非常にね、はい、ただこのチャレンジャーね、非常に気持ちが強くて、右のボディを放っていきます。左のボディ、おっと右を返してきました。ペチバンボーンです。さすがは左のボディの防衛はなるか。ナイスジャブだ、左のジャブから右、ジャブがいいですね。ここは左のジャブです。ここのラウンドですが、川島さん、はい、井上がガードをほどいたところ、これロングアピールしたということですけど、そうなんですね、そこから連打を浴びせてきたチャレンジャーですね、はいはい、でもやっぱりくっつくよりもジャブを使った距離を取った方がいいというふうに考えていこうという井上尚弥、しかしコーナーに追い込まれました。ボディを放っていきます、チャレンジャーのペチバンボーンです。左右のボディを放っていきました、ね、連打を浴びせてくるという傾向にありますけれども、はいね、まあ、ガードでちょっとこう避ける仕草を見せたらですね、そして左のジャブを放っていく、ワンツーを放っていきました井上尚弥です。チャレンジャーのペチバンボーンです。頭をつけてきます。あとちょっと右や数がちょっと僕も気になるんですけど、ね、そうですか。あ、ここでラッシュをかけていこうとしましたペチバンボーンです。 あるのかなと、はい、左のボディを放っていきますね、左のボディです。大丈夫ですね、上にパンチを浴びせて、その後に左の右フックを放っていく、右フックだ、右フックを何度も狙っていく、うなずいたペチバンボーン。具志堅さん、はい、あれだけのフックを浴びても倒れないチャレンジャー、タフですね井上尚弥です。そしてこの表紙になるとさらに距離を詰めてラッシュをかけていこうというところ、今お互いの腕が交錯する形になりました。バトンを託しました。その右ですね、右のストレート系を打ってないんですね、はい、ついた時に右のフックが打ってたんですけど、もしかしたらストレートの時にのパンチですよね。そうですね、くっついた時にフックアッパーなんですね、ナックルのは大丈夫だけど、もしかしたらあのハプニングもですね、次々と乗り越えてきた井上尚弥ですけど、まあ、確かにこのラウンドもですね、左手一本で戦っているようにも見えますよね。まあ、途中で右も出してわからないようなボクシングをしてますよね、はい、右始まって出しますからね、ですからやはり効果的な右を出していきました。しっかりとリーディングでかわして、そして右に動いていきます。チャンピオンの井上ガードを固めていきます。さて具志堅さん、はい、拳をね、はい、痛めてるっていうことだったら、試合中は痛いんですよ、パンチ出すときは。だから、痛めた場合は、はい、だけど今日のコンディションでだったら倒せるような気がしますけどね。チャンピオンの井上尚弥です。あ、そうですか。まあ、戦略上の問題なのかもしれませんが、はい、川島さん、はい、そしてまた右に下げてきてるんですよね、まあ、この左でですね、相手寄せつけないですよね、このジャブ1本でですね、
まあ、これまでしかも井上尚弥はフルで相手を打ち抜いて強く打ってないですよね、さあ足でさばいていきます。この右のストレートをねじ込んでいきました。チャンピオンの井上尚弥です。ジムですけれども、まあ、かつて井上尚弥が WBC 世界ライトフライ級チャンピオン時代に初防衛戦の相手で挑んだサマートリックゴーキャットジム、まあ、仲間を思う気持ち、それがもしかしたらこの気持ちの強さに具志堅さん、青コーナーチャレンジャーサイド森アナウンサーのリポートではありますが、川島さん、しかし絶えず距離を潰していこうという、あとこういったところを狙っていきます。チャンスと見りゃ来ますから、はい、ガード、ディフェンスというところが課題なんだというふうに話をしていた井上尚弥です。さあ、お互いにそうすると言いますから、はい、本当にその通りですね、このジャンプは。そして相手ね、はい、お手本ですよ、はい、左のジャンプ上がっていきます。ジャンプ1番ボールを相手に3度目の防衛戦に臨んでいる井上尚弥、さあアッパーで、そして相手をよく見ています。そして左のジャブ足を使いながら放っていく井上尚弥です。もう全力で打てないという状態ですと、これは一つ武器を失う、はい、としてはどうなんでしょうか。ガードが硬い、硬いですからね。押してくるチャンピオン、かなりやりにくさもあるので、まあ、ジャブでもこれだけ見せる、その上手さをここザマの地でホームで見せている世界チャンピオンの井上尚弥。やはり村田さんの見た通りといいますか、村田さん、はい、あれそういった中でのこの、したら隙もできますので、はい、鈴木さん、はい、どうぞ。チャレンジャーサイド改めて話を聞いたんですか。チャレンジャーサイド森アナウンサーのリポート、まあチャレンジャーはね、左のジャブを放っていきます。前回の試合は12ラウンドを両拳を痛めながらも経験しましたという話をしています。さあ、ここでまとめていきます。コンパクトにコンビネーションを打ち込んでいるストレートを放っていきました。後ろに下がった鉄板棒に対して詰めていく、35秒というところになっています。さあ、ロープを背負わせるか、圧倒しますね。圧倒していません、チャレンジャーの鉄板棒ですが、井上が次々と手数を出していきます。井上のラッシュ、来た、効いてる、少し緩めた、少し緩めた、チャレンジャー、ここでノックアウトを狙うか、右ストレート、オールストレート、立ち上がることはできないか、すごい、聞こえた、相手の心をへし折るとね、やっぱプロですからね、お客さんが見てるということでね、はい、KO にこだわったってところは非常に、ね、もう効いてますもんね。右のストレート、村田さん、はい、いかがでしたでしょうか。いや、素晴らしい右でした、何が素晴らしかったっていうと、見事3度目の防衛に成功しました、2戦ぶりの KO 勝利の井上尚弥です。まあ、お父さんの井上慎吾トレーナーの話をしていましたが、尚弥は